ここからは東京未来大学の子ども心理学部長、犯罪心理学者の出口保行さんにお話を伺いします。出口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず今日新たに分かった事実として、この頭部ですね、男性の頭部が自宅の浴室から見つかったということで、これはかなり腐敗もある程度進んでいた、つまりあまり丁寧には扱われてなかったということが伺えると思うんですが、これについてどう捉えたらよいでしょうか。はい、まずはその頭部を切断してその持ち帰るというようなこと自体、これにまあどういう意味があったのかというところからがまず焦点になろうかというふうに思います。まあ、一つはですね、頭部を持ち去ることによってその被害者の特定を遅らせる、捜査の攪乱する、これはまあ一つの可能性としては考えられるわけなんですが、まあ、もう一つ考えられるのは、やはりその人間 の頭部、顔面を持っている部分というのは人を象徴する部分になるわけですから、そこを持ち帰るというようなこと、それにやっぱり強い怨恨であったりということが背景にあったというようなことも考えられます。はい、でもう一つ第三の可能性は何かというと、その頭部、その顔面付きの頭部というもの自体に何らか持ち帰る意味があるというようなこともある、そこに固執をしていたということも考えられる。いずれにしてもですね、それをこう持ち帰るというようなこと自体が普通の事件ではあまり考えられない。でさらに今回その浴室でその頭部が見つかり、その腐敗が進んでいたというようなことを考えると、その、まあ、その頭部を持ち帰るというところまではある程度計画がもしひょっとしたらあったのかもしれませんが、その後については本人たちは考えていなかった、計画がなかったということじゃないかなというふうには思いますね。なるほど、持ち帰るところまでは計画にあったけれども、その後の処置をどうしようかというところまでは考えていなかったということですね。まあ、それにしましても、この、まあ、頭部を切断するに至った背景ですけれども、この2ヶ月ほどの間に被害者男性と出会ってトラブルがあったということですけれども、この行為に至るまでのそのトラブル、あるいは、それに対する瑠奈容疑者の心理状況と、その家族の心理状況、どのように見てますか。はい、まあ、基本的にはですね、この今回今その死体を損壊したり領得したりというようなことで容疑がかかっている。ただその前提にあるのはですね、さっきの報道の中にもありましたけれども、その殺人ということが当然視野に入っているわけです。でその殺人というようなことを考えてみると、一般的に考えてみて、その動機の部分の 60% ぐらいというのは憤懑や怨恨というようなことがその原因になっています。ということは今回もこの加害者被害者間の中に何らかのトラブルがあり、かつそれが憤懑や怨恨を含むというような負の感情に支配されていた、その負の感情に基づいて今回の事件が行われたというふうに考えるのが普通だろうというふうには思います。はい、で、おそらく、瑠奈容疑者がそのトラブルをきっかけに何らかの恨みを持っていたと考えられるんですが、そこに対するこの家族、特に父親ですね、この関わり方というのはどう捉えればよろしいでしょうか。普通はですね、こういうその家族が計画の起動を計画されているっていうようなことを知った段階っていうのは止めるのが当たり前です。でもしくはその犯行がもう既遂になってしまった後、知ったら今度は自首をさせて罪を償わせるという方向に機能する、これが親としては通常の姿になります。ところがですね、今回を見ているとその計画を立てると、計画性の段階からもうすでに父親というものがもう加担をしている可能性が非常に高い。でかつその母親もそれを知りつつその後見過ごしていたっていうようなことも当然あろうかというふうに思いますので、通常のその家族のストッパーの機能というようなものが今回機能をしていないというようなところが、非常にこういびつな家族関係というのがそこにあるんだろう、そうは思います。ただ周囲の話からしますと、その特に両親はとてもこう優しそうに見えた両親で、親子関係の間は仲が良さそうだったということが伺えるんですが、ここにどうでしょう、こう心理的な異常性といいますか、通常とはまたちょっと違った関係性というのは見られますか。はい、その違った関係性というかですね、やはりその養育態度というようなものを見たときに、この家族、家庭というのは非常にこう甘やかし型のその養育態度を取っていたんではないかな、要は娘のその思いを何でもこう叶えてあげるというようなこと、さっき のインタビューの方にもそういうような話が出ていましたが、やはり欲しいものは何でも買ってあげたのかもしれませんし、何かをしたいといえばそれをさせてあげたのかもしれない、そういう面では結構娘の言いなりになっていたのかなというようには思います。そうしますと、ひょっとするとこの延長線上で、娘が恨みを晴らしたい、それを叶えてあげたいって、そういった心理状況にあったんでしょうかね。
そもそもはですね、多分二者関係、その被害者、加害者っていう二者関係を見ると、その娘と今回の被害者っていう、その二者から始まっていることだろうとは思いますけれども、とはいえ、その時に例えば娘が負の感情を抱いた、じゃあそれをなんとかこう遂げたいというような時に、もう親がそれに加担をしてしまうというようなもの、これがこの甘やかし型というのの一番の典型的な例になりますから、やっぱり今回はやっぱりそこら辺が非常にこう背景要因としては大きいのかなというふうには思っています。一方でその父親の修容疑者ですけれども、その生活において、家のすぐ近くのネットカフェにいて、その場で逮捕された、あるいは自宅の前で家の中に入らず食事をしていた、さらにはですね、家宅捜索の時に相当な量のもの、トラック3台分のものが家の中から運び出された、これどういう家庭内の環境にあったと推測されますか。はい、家庭としてのですね、機能っていうようなものが、機能不全に陥っていた、要はよく言われるそのゴミ屋敷のような状態になっていたというようなことになるわけですよね。でこういうのっていうのは基本的にその家族が例えば3人いて、誰かは何か物を取っておきたいといっても他の人が捨てて整理していけばそういう状況にはならないわけですから、ということは家族が機能不全に陥っていたってことは十分言えるだろう。でそういうところでやはりこう生活をするというようなことを考えてれば、やはり外に出てる方が気持ちがいいったのかもしれないな。それにそのゴミ屋敷状態であるというようなことが快感であるというふうに思う人はほんのいないわけですから、それで家が居心地が悪かったということはあるんだろうなとは思います。はい、わかりました。どうもありがとうございました。